皆さん、マイロニューヨークでビールのむやってるよしです。Hello, everyone. I'm Yoshi. I'm Bia No More 本日もやっていきましょう。2 w o Minutes b e t k 今日のお題はチューリップとスニフターです。えこの2つのです、ね、グラスはえ形が少し似ていますがえ、全く違う特徴があります。えチューリップはです、ね、ステム、まあ、足があり、そこを持つことによってビールが冷たく保たれます。 そして広がった口がですねビールと泡を一緒に飲めるように作られていますまあ香りの高いビールや特にベルギーのエールなどに使われます一方でですねスニフターはですね食後酒などの、まあ、ブランディとかによく使われますビールではですね、まあ、特にアルコール度数の高いものに使われますステムまあ足がないためですねビールが手のぬくもりで温まり香りが開きます 英語でですね、スニフとはですね、家具という意味なので、まあ香りを楽しむようなグラスだと思います。まあビールの種類によってね、いろいろグラスをまあ変えてみるのも楽しいと思います。それではまた。